はい、皆さんこんにちは。坂木敦でございます。5月1日ですね。5月1日って昔はメーデーでしたね。今でもそうなんですかね。メーデーって言ったらなんか皆さんあの街繰り出してデモしましたけど、昔は。今はやらないでしょうかね。よう分かりませんけど、うちのね、京都の高校メーデーの日休みでしたね。なんでか知りませんけどまあでも嬉しかったわなんか祝日じゃないのに休めるっていいですね。先生なんで休みなんて言ったら、今日はな労働者の日やという。なんで労働者どこにおんのって言ったら、わしらが労働者やとかで言うてありましたけどね。あの日教祖の巣窟みたいな高校でしてですね、もうどんどこどんどこですね、人気が落ちてですね、もうしょうもないしょうもない高校になってましたね。私らが卒業して10年ぐらい経った時には。まあ日教祖はね、そんだけこう巣窟にするとですね、まあそうなるというこうお手本みたいな高校でした。今はねだいぶ復活してるみたいですよ。なんかさ、あの僕らの時はあの毎日ジャージ着て行ってたんですけど、私服ですから。今は制服があるみたいですね。こんな母校ちゃうやんと思いますけど、余計なこと言うと行きましょう。著作オンラインでしてですね、今日の9時41分と言いますから、今からそんなでもね2時間も経っていないですね。これ出てからね、半導体人材中国へ流出防げ、鍵を閉めた台湾ですね。サブタイトルが米中半導体戦争で台湾が決定、半導体製造受託生産の最大手 TSMC などから中国への人材流出を懸念という、ちょっとだけ読んでいきましょう。長い記事なんでね、全部読めませんのでですね。半導体などハイテク分野の派遣をめぐり、米中が激しい論争を繰り広げている中、中国の半導体人材狩りを防ぐため、台湾政府は台湾人の中国大陸内就業を厳しく制限することにした。人材会社が中国での就職を紹介したり広告したりすることを禁止し、違反した場合最高500万台湾ドル（約2000万円）の罰金を科すことにしたものだ。これは最近中国による台湾からの人材引き抜きが深刻なレベルに達しているとの判断によるものと言われている。台湾には世界最大の半導体製造ファウンドリー受託生産企業 TSMC があると。要はね、広告禁止、中国企業がですね、台湾の半導体の人材高く給料払いますよ、来てくださいっていう広告をね禁止してるんですよ。禁止しだしたということですね。思い出すのは20年ぐらい前ですかね、日本もですね、やれ東芝やシャープやそういうところの技術者がですね、金曜終わったらですね、韓国へ飛んでですね、でそこでわーっと自分の技術を吐き出して教えてですね、月曜の朝帰ってきて出社するとでそれを防ぐためにですね、こう会社がパスポート預かるみたいな話もですね、20年ぐらい前盛んにやってましたね。でもあの一瞬だけやったらしいですね。それでなんかね、こういろんなトラブルがあって、自ら命を絶たれた技術者も何人かいるとかって、逆に2億3億稼いだ人もいるという話でございましたね。なんかでもちょっと嫌な話ですね、それね。日本の会社で培った技術をですね、その何百万か何千万か知りませんけど、もらってその向こうに教えるっていうのをですね、なんかこう心になんかこう嫌なものが残りますね、もしやったとしても俺は会社を裏切ったんかみたいな。そうではなくて、今やろうとしているのはですね、中国がやろうとしているのは台湾人をそのまま引っこ抜いてヘッドハントをですね、今の給料が1000万やったらうちは5000万払いますみたいな、まあ、それで来てくださいということで、台湾もね法律で禁止するわけにもいかんわけですよね。その中国行って働いたらあかんという法律を作ることはできるかもしれませんけども、それをやったらどうものすごくという中国も反発しますし、そもそも自由ですからね、どんな仕事に就こうかどうしようかっていうことは自由ですから、それを規制するのはよろしくないですけど、それができないからですね、あれをするわけですね、求人広告を禁止と。もうちょっと行きましょうか。台湾政府の指針が出て以降、台湾の就職求人サイト ES123 は29日200以上の中国関連求人募集を削除したと。
これはまあ台湾のリクルートみたいなところなんでしょうね。あるいはマイナビみたいなところなんでしょうね。これそういう求人企業はですね、ちょっと可なんですね。いっぱいお金払ってくれって求人出してくれんのにって、あかんのそれみたいな。今回の措置は台湾で先日政府職員全体の流出防止会議が開催された後に下された。台湾では政府条例に基づいて台湾の就職サイドやヘッドハンティング会社が中国国内の仕事を広告斡旋するのを原則的に禁止しているが、中国との交流促進、台湾人の就業機会拡大という観点から事実上許容されていた。いや、なんか中国もね、アメリカとの紛争があってですね、もうその半導体売ったらへんとかですね、もう技術は移転しないとかいうふうに言われて、かなり焦りまくってるというのはですね、見えますね。で、台湾は今、そのファウンドリーといいますよ、半導体製造ということに関しては世界一でございます。ただ設計ということに関してはやっぱりアメリカに一途の長があるようですね。でその製造機械を生産するということに関しては日本が強いというふうに言われてます。最後の方向になりますね。バイデン大統領は12日ホワイトハウスでインターネットを通じて行われた半導体サプライチェーン強化会議に米国メーカーだけでなくサムスン、台湾、TSMC などを招待したと。アメリカはですね、対中包囲網を築こうとしてですね、特に半導体という、もうその、これから社会にとってですね、非常に昔で言えば石油みたいなものですね、それをですね、中国に主導権を握られないというためにですね、積極的にこうサプライチェーンを取り込んでいくという方針をバイデン政権掲げております。で、アメリカ国内でさえ製造しようとしていますね。多分価格競争面だけで見ればですね、そんなことをしたらですね、負けるに決まってるんですけども、でもそれでも中国に渡したらあかんという、バイデンさんね、思ったよりも中国に対して割と厳しめなことをおっしゃったりなさろうとしたりしていますね。まだなんていうか明確にね、舵を切って、その実行に移していってるというふうには思えないんですけども、方針は次々にお出しになっていますし、中国としては思ったより きついこと言うとるやんみたいな、そういう感覚ではないかなと思いますね。この会議は米国国内の半導体生産ラインを増やしてほしいという趣旨だったが、これ米国が今後中国との半導体取引を制約する可能性もある。アメリカの場合ね、中国の企業とこんなことしたらあかんで、あんなことしたらあかんで、もしそれするんやったらアメリカとは取引できんと思うよお前みたいな、そういうカードがあるんですよ。現にファーウェイという会社に関してはですね、それをやらかして、やって、現在実行中でございます。だからファーウェイという会社はですね、どん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 その弱ってる感じがしますね。中国の国内ではですね、まだスマホは売れてるんですけども、世界的に見てもファーウェイのスマホを扱ったら取引停止とかで言われたら、な、扱えへんやそんな。だから私も今ファーウェイですけども、今ファーウェイなんかないのって、どっかの携帯屋行ってもですね、ないって言われるんでしょうね。その代わりにサムソンあたりが出てくるんではないかなと思いますけども、もうアメリカにはそのカードがあるんですよ。最後こんなこと書いてあります。一方、今月21日にワシントンで行われるムン・ジェイン大統領とバイデン米大統領の首脳会談でも半導体問題は重要な議題の一つとして取り上げられる見通しだ。これが北京パク・スチャン特派員の記事でございます。朝鮮オンライン貼りませんのでですね、探してくださいね。半導体人材、中国への流出を防げ、鍵を閉めた台湾と。これね、同じことがね、韓国にも言えると思うんですよ。ただ台湾の方が一番やりやすいわけです。なぜかというと言葉が一緒ですから。台湾国内で喋られている言葉っていうのは北京語なんですね。もちろん微妙に違うんですよ、中国本土の北京語とは。でも話は全然通じます。なんで一番こう招きやすいのが台湾であって、その次がやっぱり韓国ではないんでしょうかね。
だからそのうちですね、韓国人の技術者、半導体技術者に対してもヘッドハントのあれが来るんじゃないんでしょうかね。その時ムン・ジェインはどうするかというところもですね、なかなか面白いところですけども、5月21日ですね、僕25日かと思ってましたが21日なんですね、にバイデンさんと関係された時にどんな釘を刺されるのか興味津々でございます。はい、皆さんどうもありがとうございました。